はい、ということで今日はスーパー海物語 in ジャパン2でございますね。はい、僕も初打ちって言ってちょっとはい、じゃあちょっとあれですね、スペック説明してもらってもいいですかね。スペックですか。はい、スペックは、はい、これあれなんですよ、設定がついてるんですよ。はい、2段階ですね。はい、299分の1か、はい、276分の1かの2段階の設定が、はい、設定2段階、はい、ついております。はい、であれですね、あの P な海物語、 CR じゃなくて、はい、P 海物語の機械になってます。あー、あれっすね、そっか、仕様がそうなんですよ、 P なんだ、設定付きだからね。はい、であれっすね、核炎突入継続率は一緒で 60%、はいはい、あとはあれっすね、あのそのへそでも電柱でも共通っすね。あー、そうっすね、あの、はい、ラウンド振り分けは共通の振り分けになってるってことですね。あれっすね、で、あの出玉、あのその2000発とか出せないんで、はい、10ラウンドっすね。そうっすね、何発ぐらい出るんですかね。でも1300ぐらいだったような気がする。うん、そんぐらいなんですかね。はい、いう感じなんで、今日当てていいところをね、見せてもらいたいと思いますんで ね。あとはなんかその核炎中確率が割とあれなんですけど、はい、あの重たいんですけど、はい、50回超えたらあの超速くなります。高速召喚に、切り替わりますね。そうですよね、切り替わるんですよね。はい、ということでコメント読んでいきたいと思います。当てたいな。藤ちゃん、今日は何色なん？今日っすか。はい、今日は何色っすかね。ちょっとわかんない。僕は常に赤色っすよ。赤、赤好き。はい、っていうか、しつこいっていうか、そんな感じ。あ、そうっすね、僕はだいぶしつこいっすね。球場に名前出すのってかなりお金かかるって聞いたことあります。いや、でもそれも、うん、やっぱりそれはあの僕が急に出せ言われたら無理っすよ。まあ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 ね、はい、まあ、会社としてっていうね、うん、CM としてだったらいい。言ってもうち21店舗目なんですよ、神奈川。はい、はい、神奈川21店舗で割って、はい、でもあれやっぱ年間とかなんかな。うん、まあ年間でしょう ね、 ですよね。年間いくらだと、まあ、張り替えたりとかしないですもんね。しかもあそこにホームランボールが当たったりすると、はい、その打った選手に何千万とか何百万とか、やばっ。そういうのだったような気がする。ああ、なんかそんなんでも僕も聞いたことあるような気もせんでもないっすね。そう言われてみると、はい、広告いただきました、フェニックスさん、ありがとうございます。フジアン、またフェニロー、さあ食べてカップラーメン。そうなんですよ、カップラーメンも味も何種類かあったんでね。いや、ダメダメ、食べたら僕のことを呼んでる感もあるんですけど。夜中はお腹すくからね。はい、鶴見中央から見てるよ、今度行くよ、お待ちしております。ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。海の寝台、スペック好きじゃないけど一回打っておこうかな。やっぱりね、一、うん、回は打たなダメですよね。まあ、そうですね、どんな台かってね、はい、今日の結果次第で決めますよね。頑張ってください。まだ大変やな。オープン直後は忙しいと思うけど、いずれ放送のことを考えてね、藤谷。あ、そうなんですよ。あ、え？何ですか、何ですか。いや、これ絶対スーパーまで行くっしょ。あ、大丈夫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 。いいよいいよいいよ。いいよ。あ、波や波や。波？あ、よし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 。はい。よし。回いじってる。あの、ちなみになんですけど、はい、僕さっき来たんでこの台の設定は知りません。来い。よし。おお、逆逆逆。よし。逆。さあ、どうでしょう、来たっしょ。よくわかんないですけど、裏ボタンを探してます。はい、頼む頼む、これもらわないと。なってないけど、これもらわないと。止まって、いやー、当たりました。よし、さすが藤谷、やっぱり当てる。やっぱね、海海のねことが大好きな店長ですから。よしよしよし、おめでとう、早い、よかった。はい、藤谷おめえ、やっぱサクッと当てとかないとね。はい、まあ一応今は8図柄ということで、通常図柄なんですけれども、はい、時短が80回転なんですね、今回この海も。そうですね、そうなんですよ。でいつもの海だと100回転なんですけど、まあ、でもそれ分300切ってますからね。確率が若干甘い分、そうですね、時短は80回転ですね。はい、で奇数図柄で当たれば確変ということで、次回までという感じです。あとこれ皆さん打っていただいたら分かると思うんですけど、はい、これあの大当たり中の大当たりの消化が、はい、あのかなりストレスフリーな仕様になってますね。アタッカーでかいですね。そうですね、はい、やりましたな。おお、さすが藤谷、鶴見中央店発電調ボタンですね。ないない、分かってるよね、さすが藤谷。藤谷正直に言ってね、仕込んだ。いや、仕込んだよ仕込んだよ。藤谷の海への愛やね。何やってんの、やっぱり込むと違うな。あ、だす、うん、でもやっぱりこの通常っていうところがやっぱ安定の持ってない安定のなんですけどね。
おいデブ、あ、間違えた、藤庵おめでとう、ありがとうございます。駒田の方は岡崎体育、違うよ。ということで藤庵に質問です。キコーナの寮って犬小屋って本当ですか、はい、何ですか。キコーナの寮って犬小屋っていうのは本当ですか。そんな狭くないです。でもね、本当犬小屋みたいな部屋もありますよ。最近でももうあの昔ながらのパチンコ屋さんみたいな、はい、店の上に積むみたいなのがもうなくなってるんですよね、はいはいはい、あ、ちゃんとね、はい、入ってくれるってことですよね。近くで借りてもらってって感じなんで、はい、この記者当たる気がしない。そんなことないよ、当たってるから。藤庵和歌山出身なの。和歌山出身ですよ。大なんだこう、なんだろう、ザなんすか、なんすか、読めないなこれ、なんだろう、大育いにくい、わかんない。またちょっと後で見ましょう。はい、7つの大罪の強欲バージョンは導入ありますか。 あります、今日初中に27連したからお気に入りの大罪、ちなみに1パチでもありますよ。あ、1パチにも集団入ってるんですか。あります。お、この確率で設定付きにする必要あったのかな。そうですよね。じゃあ海って言ったらやっぱりラグーンモードだよね。そうですね、いつものいつもの海モードっす。私も好き海。だから僕結局ジャパン打とうが何打とうが別に一緒なんですよ。ああ、演出はね。はい、じゃあ絶対当ててるの当たりました。 CM、嫁募集と、球場に出すんですか、出さない。自分横浜のとある中堅建設会社にいた時があったんだけど、はい、スタジアム側から広告出しませんかって言われてた。あ、そうなんですね。値引きとかしてたような気がします。なんか左下に変なものが映ってますが、タレですか。タレ、タレ、俺かな。グランドオープン当日は、はい、今日当たった回数分だけお客さんにジュースプレゼントしてくれるんです。いや別に僕もやりたいんですけど ね、 最近いろいろ行政が ね、 うるさいですよ ね、 ね、これが、あ、うるさいって言っちゃった。座業、座業、座業ね、ちょっと待って。あ、和歌山の人は座業が言えないんですか。あー、そうっすね、ばあちゃんとか言えないっすね。あ、そうなんだ、はい、へー、苦手なんですよ。ほうほうほう。藤庵がたまに無性に食べたくなるふるさとの味って何ですか。何すかね、でもやっぱりそんな毎日のルーチンとして梅干し食べてないんですけど、うん、やっぱ梅干しとかいいっすよね、うん、でもあと季節によるんじゃないですかね。なるほどね。やっぱりなんかあの冬場とかやっぱみかん食いたなりますし、はい、お、はいはい、こい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 、ああ。あ今来たよ。藤庵ってことを忘れて寝るところだった、はい、普段は YouTube 専門だったからフェニックスの活躍書き込みたかったから間に合ってよかったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。藤庵結婚してたっけ。結婚してます。今左手に指あったんじゃないってしてますね。いつか海専門店にしてほしい。いや海専でも行けると思うんですけどね、海だと、はい、海全、あ、じゃあ泡全長がガセらないラグーンはいいですよね。あ、そうですね。でもパチヤ系の CM 出せたっけ。あ、球場ってことかな。なんか多分あれがあると思います。送料規制とかはあると思いますね多分。今来たから設定知らないとか言っちゃうと余計怪しいから何も言わない方が、あー、そうっすね。あー、そんな、なるほど。梅干しやみかんは東京でも食べられるっしょ。いやでもやっぱりそのあれ違うじゃないですか、地元のやつが、なんかね、はい、なんか最近コンビニとかでも割と本格的な南高梅とか売ってますけど、なんかやっぱりちょっと違うような気はするんですよね。東京では食べれないふるさとの食べ物はなんかない。でもなんか普通にその別に名物系とかじゃなくて、そのなんか地元の家の近くのなんか普通に中華料理屋さんとか、そういうの絶対ありますよね。あるある。二日酔いの日は必ずトマトジュースか梅干しを体が要求する。あ、トマトジュースですか。藤庵初心者なんですが経歴を教えてください。はい、あ、私の経歴ですか。はい、私あれなんですよ、もう先ほど圧力さんとは喋ってたんですけど、はい、あのちょうど貴公な相模原店がこの度5周年を迎えまして、はい、そうですね、なんで私も関東来て5年ですね、はい、そうですね。藤庵関東に着任した一番最初の店舗が相模原なんですよ。相模原店なんで、もう関東に来て5年ということでね。なんであれですね、この放送に出るようになった、出させていただいたのも、はい、相模原の時なんで。そうですね、最初はね、そこからは5年ですね。相模原にいて、はい、平塚にいて、はい、戸塚に行ったんですけど、戸塚は放送1回も出てないですね。はい、そうですね。で、あ、タウンライトでフェに行ってタウンライトでフェに行って、ね、はい、タウンライトの放送の方が多分長いですよね。はい、まあ、そうですね。相模原途中で放送なくなっちゃったんで。あ、そうですね、そうですね。タウンライトがやっぱり最近だし、やっぱり印象には残ってますね。だと多分印象に割と
強く残っていただいてるんじゃないかなっていう感じですね、はい、これからよろしくお願いします、はい、そうですね、これからは鶴見中央店にいらっしゃいますから、はい、はい、ちょっとね、今フジアンのテロップを出してということでちょっと出しますね。放送がね、でも僕もあれなんですよ、別にやりたくないわけじゃないですよ、むしろやりたいんですけど、うん、誰かからもらわなあかんっていう放送は今日ね、そうなんですよね、日曜日はあれなんですよ、ほとんど毎週入れ替えになっちゃうんで、そうですね、新の入れ替えがあるからなかなかね、はい、そこ同時にできないから、あとは多分結構皆さんもやっぱり日曜日の深夜だと、うんうん、次の日からね、仕事とかだと見にくいところあるかもしれないですね、はい、なんかもうあのサザエさん的な存在にあんま僕なりたくないですし日曜といえばみたいなね、はい、だってもうそれ見たらやっぱり日曜ブルーに入るじゃないですか、まあ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 そうだね、違う、やっぱり私はみかんがそうだな、実家で食べてきたみかんとはやっぱり違うんだ、あー、ちゃいますね、やっぱり、うちはタウンライトにいた頃より人間が柔らかくなったな、タウンライトの頃は下ネタしか喋ってなかったのに人は成長してるんやね、はい、そうっすか、もともとは関西なんですか、もともと関西なんですよ、はい、フェニーって何ですかって、ちょっといろいろあるんですよあの、ググってください、はい、まあ、不死鳥みたいな、よみがえるみたいなね、そうっすね、はい、はい、あれ、鶴見中央店って今日だけなんですか、レギュラーじゃないんですか、今日だけですね、あ、そうなんですよ、いつもここね、溝の口店の今日ちょっと、あ、そうなんですよ、はい、ラッキョさんの善意で、はい、最初あの溝の口店の放送にちょっとゲストで行かさせていただこうかなと思ってたんですけど、そうですね、そうなんですよ、あのご配慮いただいて、うん、なんか自分のものなんか若者顔で出てきてます、いやいや、でもね、本当に近いですからね、溝の口もね、ここね、うん、そうですね、うん、蒲田が一番近いですけどね、蒲田が一番近いですね、土曜日空いてるよ、各週土曜日、土曜日、あ、土曜日っすね、それはあるかもしれないですね、このボタンに何の機能があんねやろ、なんかあれじゃないかな、確定音系じゃないかな、なるんすかね、あー、まあ、これは来ましたやばー、引き戻し超嬉しい、すげー、みんなの大好きなクジラッキーっすよ、おー、さすが持ってますね、はい、ということでこれがランクアップボーナス的なあれなんですよね、そうす、祭りボーナスということで、ランクアップっすね、はい、2ラウンド、5ラウンド、10ラウンドで打ち上げがあって、まあ2ラウンドが一番割り、やべ楽しい振り上げかわいい、マジっすか、さっきのあれで、はい、そんな走ってくれるんすか、でこの祭りボーナス確変確定ですので、そうですね、次回確変ですね、はい、おめでとうございます、やば、相模原5周年なら久しぶりに放送してほしい、そうっすね、でももう誰もいないっす、僕ももうあれっすもん、ね、知ってる人いないっすもん、あんまりいないかな、そうなんすよね、はい、で2ラウンド消化後にここで落ちて、これで2ラウンドで終わりってことですね、なるほどっすね、継続ってなれば、5ラウンドまで、はい、あー、これスピードアップっす、はい、ここからスピードアップなんで結構早く消化していきます、はい、フジアンは奥さんと関東で出会ったんですか、関西、いや違います、関西から、関西で出会って、はい、そうなんですよ、分かる、フジアン柔らかくなったよ、あ、また、早い、はい、おめでとうございます、3回目、なになになにこれ天井ボタンっていうやつですか違うでしょ、すごいね、誰か落ちたっしょ誰もいないから、はい、ということでごめんなさい、ツイキャスお待たせしました、あつさんこんばんは、そして鶴見店日付変わって明日オープンおめでとうございます、ありがとうございます、会員カード作りました、ありがとうございます、ミンティアもらったよー、ね、ありがとうございます、店内情報見ましたがパチについては1パチが設置多いんですね、そうなんですよ、明日お店に行けばもしかしたら他の店長さんやスタッフさんも見られるかな、明日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 、はい、自分で言っといて明日、明日ってなんだよおっしゃー、これで継続ですね、はい、これで5ラウンドまで、お店行くときは鶴見駅から線路沿いに歩けばいいんですよね、そうですね、メガドンキ戻せば、目指せば着きますね、そうですね、でも一応一緒ぐらいっす、あの京急だと先ほど話に出た鶴見市場と鶴見と一緒ぐらいなんですけど、はい、個人的には鶴見の方があれっすね、なんか分かりやすいっすね、道が、ね、はい、そんな店長で帰れない店長さんにお時間を割いていただいてお話できて嬉しかったです、いやいやいや、フォローありがとうございました、ありがとうございますということで、いやいや、もうとんでもないです、甲子園だっけ、甲子園、あのあれかな、球場のあれかな、バトラックシールを求めて店舗に行った時、はい、電車の中でベイスターズのファンの方が結構見ましたよ、グランドオープンが落ち着いたら、ね、鶴見中央店も営業後のニコラマって店長さんをやりたいと思いますか、あ、やりたいです、やりたいです、
海のミドルはとりあえず当たったら単発でも一泊は埋まるイメージだけど、現在の規定の中でなんとかメーカーも頑張って作ってるんですよね。そうですね、メーカーさんも大変やと思いますよ。やっぱり木曜日なのに当たる放送来たってことで当たってます。井出店長こうやって当てるんですよって、藤谷言っていただけませんか。煽っていくスタイル。まあそら僕も枠もらってるんでね。まあまあそうだね、まあ、その当てないわけにはいかないじゃないですか。赤目に富士山って名前入れました。箱根駅伝が通るって書いてたけど、そうなんです。何区が走るんですか。はい、何区、1区とか2区とか3区とか。僕も言った割にそんな箱根駅だじゃないんですけど、どうなんすかね。1区2区多分そんなやつだと思いますよね。まあ最初の方だと思う、ね、最初の方、やっぱり相手大事だな。昨日のスーパー対戦のシダは当たらなくて悲しかった。昨日当たらなかったんですよね、小田原ね。あ、そうなんすね。はい、いやまあちゃいますからね僕。海への愛が違うんすよ。そう、やっぱり全然違う。やっぱ一番ね、はい、関東の店長の中で愛あるかな。そうなんですよ。坂上はなんで放送なくなったんですか。あん時なんだったっけな、ちょっと覚えてないな。多分しんどかったんすよ。まあまあまあかもしんない。あ、リーチ、あーこれピンチ、ピンチや。はい、また放送してほしいんですがということで、まあまあ検討してくださってますからね、ちょっと待っててください。藤井さん、下ネタいけるんだ、何かぶち込んでよ。なんか下ネタってそういう風に生まれるもんじゃない。ああやばい、やばいぞー、やばいぞ、ファイロ、ファイロ。あー、お、走った。え、はい、確認、押しました、誰か押しました。押したっしょ、絶対すごい順調。あわやのに、おめでとうございます。 60%、 継続率に関しては設定差はないので。そうっすね、まあ、ローでもハイでも 60%、 超楽しいな。藤谷ってブルーマンデーなの、違うよ。藤谷おめでとう、やるねと。今なんか落としたよね、それかな。クセルバークジラッキーかわいい。藤谷もしかしてインチキか。インチキしてないよ。赤い藤谷はそれの設定が何か知ってるんだよね。知らないですよ、本当に知らないですよね。来てていいじゃん、水の口バー、藤谷海対決しようや。そうですね、当ててる藤谷見てる方が楽しいです。あざーす、こんばんは、今来ました。お、いきなりフジラッキーだということで。そうなんですよ、いやいや、フジラッキーっす。あれ、これやってるな、やってないよ。気がすごい。和歌山出身で関西弁じゃないんですね。あ、関西弁じゃないですか。僕若干関西弁ですね。あ、はい、もう若干なんですね、うん、やっぱ5年という歳月は人を操作するんですよ、ね、ちょっとちょっと何を仕込んだのさ。藤山はやっぱり違うわ、昨日の配信とは大違いです。あざます、だから今来たって言わなきゃよかったのに。海なのにめっちゃ早くてちょっと戸惑う笑い。そうですね、展開が早いんですよね、はい、早いね、はい。うち品川なんだけど鶴見市場って30分で行けるじゃん。分かりました、行きましょう。お願いします。蒲田店って、違う鶴見に来て、ほんと近いから。ほんと近いっすよ。あ、駅伝は2区だそうです。あ、やっぱり藤は見た目爽やかなのに、てん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 。どういうこと、どういうことですか。おい、山田とラッキョ見てるか、こうやって当てるんだぞ。相模原は確か人員不足で放送終わった。あ、そうかもしれない。そうですね、すごくショックだったから覚えてる。藤庵全然関西弁だよ。ですよね、よかったよかった。今日が溝の口の放送だったら当たってただろうか。あっちゃんどう思う。まあ打つ棋士にもよると思うけど、そうですね、まあ、当たんない、2分の1で当たるぐらいかな、溝の口は、ね、でも我ながら、うん、早かったっすね。今日は早いね。単身赴任なの。いや違います、一緒に住んでますね、はい、この時間の藤原の声、はい、苦手です。なんで。あ、その人っすね、うん、どうもご無沙汰してます。はい、山ちゃんとラッキョ店長はセットになったね、笑い。あ、引き終わってことでね。あ、藤原の引きって結構いい方だったっけ。自分は堺町の放送の新宝逆回が好きでした。あ、高田組の甘出地がなかなか当たらなかった時の放送。いや僕あのしつこいようですけど、はい、そのあの相模原の筋肉マン見てください一回、はい、めっちゃ出たやつだっけ。そうっす、めっちゃ出たね。びっくりするぐらい出ました。なんかずっと出てた記憶がある。なんかあのそもそもパーソナルでもないんで、うん、とりあえず箱まみれになるっていう。そうそうそう、台の周りが箱まみれになった放送ありましたね。それが初やったんですけどね、うん、まあそれももう5年前ですからね。そうだね、はい、こんな素敵な台があるお店は紀行の何店ですか。紀行の鶴見中央店ですね。あ、ちょっとグランドリニューアルオープンの告知この辺挟んでもらってもいいですか。はいはい、あ、そうです、4月27日、はい、ちょっと明日って言ったら勝手に26と勘違いされてもあれなんですけど、はい、27日、はい、土曜日、はい、はい、ですね、はい、
グランドリニューアルオープンとなって、ちなみに11時オープンになってます。はい、ということで、あの土日ねお休みの方いらっしゃいましたら、ぜひね遊びに来ていただければと思います。そうですね、ゴールデンウィークの始まりなんで、うん、まあ別に初日と言わず、はい、10日休みの方って、10日休みの方どれぐらいいるんですか。ちなみに結構いるんじゃないの。マジっすか。1と2があれですよね、うん、でもあの普通の、うん、暦で言ったら何もない普通の黒日ですよね。だからそこをあえて有給取ってつなげちゃうとかね。はいはいはい、はい、危ない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 。これは結構やばいですね。一応ね総台数は457台ありますのでね。そうっす、457台になります。はい、さあサメどうでしょう。4円1円20スロー5スロー、まあ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 、まあ、はい、ということで4図柄、ね、いやまあそりゃそうっすよおかしいと思ってましたもん僕。はい、ということでこれ5連チャンですね。はい、おめでとうございます。はい、筋肉マンの回すごかったね、覚えてるよ。本当っすか、うん、もう5年前っすよ、うん、よく覚えてくださってます ね。でも知らんっていう方は、はい、ぜひ YouTube ね、まあ、びっくりするぐらい暇な時に、はいはい、僕のビフォーアフターを見ていただければと思います。はい、マイホの関西機構で会員カードをなくして2ヶ月勇気出して再発行してもらったら1週間後にまたなくしたんですが再発行ってしてもらえますか。嫌な顔されないですか。いや大丈夫です大丈夫ですよ、うん、大丈夫だそうです。もうあの極論その、あの目の前で会員カードを折って、はい、僕の目の前で会員カードを折られて、はい、再発行してくださいやったら、はい、えってなりますけど普通に、まあ普通にね、なくしちゃったとかはしょうがないんでね、はい、仕方ないでしょう、はい。あれなんで これは早くないの。さっきの341だけ早いんですか。あそう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 、あれ終わった後とあのハマった時ですね、はい、学園中に、うん、だ僕もそれに違和感を覚えてたんですよ。はい、藤井さん1回だけの大当たりよく覚えてるよ。はい、1回だけの大当たりの時はよく覚えてる。そうですね。藤井さんは夜もめっちゃ出してるんですかあそういうやつ始まるかいや僕ちょっとあの下ネタとかもうやめましたんで、はい、相模原の藤庵は痩せてたよね。そうなんですよね、ビフォーアフターを感じてください。広角からグランドオープンフェニックス力すげえなーって。そうなんですよ何年前くらい筋肉マン大満面でなんか記憶ある気がする、探すわーって。ぜひ5年前ですね、はい。今日はまだオープンしてないってことですか。そうですね、そうです、まだオープンしてないっす。家族がずっと家にいるかと思うと悲しいです。うん、今年の1と2は祝日だそうですよ。あーですよね。もしかしてオープン初日は藤庵の素晴らしいスピーチが聞けるんですかそうなんですよね。あスピーチやるんですね。一応やる予定っすね。考えてますか。まだ考えてないで明日考えます。早くしないと、うん、そうなんですよ。当然あんちゃんはグランドオープン顔出すんだよね、聞こない溢れてるもんねということでね。もう僕は、まあ、それはもちろん来てくれると思いますよ、まあ、溢れすぎて僕はほら2日前に来てますから溢れすぎてますから、はい。バコ入場抽選は何時からなんでしょうか。入場抽選10時からですね。事前に抽選券配布してください、して持ってるお客様対象になりますね。はい、はい。藤谷って何歳ですか。30になったんすよ今年。そうなんですよ。ようやく味噌汁に突入、ね、あの平成元年なんで、はい、そうっす3月で30歳。もういよいよでももうあの令和元年の元年かぶり、うん、元年かぶりのやつが現れますね、そろそろ。これは1回あたりの偶数でも奇数でも1350発なのかな。そうですね。でもあのオーバー認証がどうしてもありますんで、はい、まあ、その分はって感じじゃないですかね。あとはあの祭りボーナスに関してはランクアップボーナスになってますね。2ラウンドとかだとデータマスはちょっと少ないですね。そうですね、はい。まあ、2ラウンドも、まあ、出玉なしみたいな感じですよね、体感で言ったら、はい、これも出玉なしがないんで、うん、はい、そうですね、その分が、まあ、ちょっと玉出るって思ってもらったら、うん。無双何台ありますか。無双は1円に3台と、はい、4円に8台で計11台になりますね。はい、皆さんはじめまして、なんでこんなの打ってるんですか。寝台ですよ。いやいやいや、なんでこんなのっていえ行きますよ僕マジで。1パチめっちゃ多くないですか。4円3倍くらい。そうなんですよ。いやそれもあの、はい、いろいろ理由がありまして、はい、やっぱりその一ユーザーとして、うん、まあ、家に来る意味を探したときに、うん、やっぱどうしても総台数が457しかないんで、はい、全部微妙な台数になっちゃうんですよね。あ、はい、なんでその1円パチンコを一番あの鶴見でも多くあるところで、はい、まあ、200台とかなんで、ほうほうほう、192台だと、まあ、その超大型店と同じぐらいの、うん、
機会のラインナップになったとかするじゃないですか。あそうですね。ってなった時にやっぱりうちに来る意味とか言って真面目な話をしてますね。いろいろねお客様のことを考えた時にそれが一番いいんじゃないかなと思ったって、ね、やっぱりあれじゃないですか、そのオープンの時だけじゃなくて、うん、それこそ毎日、ね、毎日はまあ無理やと思いますけど、うん、毎日来たいと思ってほしいじゃないですか、うん、やっぱりそうですね、っていうところですよね。やっぱ遊びやすさをね追求してるってことですね。そうなんですよ。だからそれをもっての1パチ増と、うん、あとやっぱスロットっすよね、うん、スロットがもともと137台しかなかったんですよ。はいはい。だからそれを増やしましたね。増やして201台ですね。201台全部で、はい、はい、会員カードかななくしたかもしれないけど、多分刺したまま忘れて帰ってるかもしれないけど、会員カードの忘れ物って探してくれるんですか？あ全然探しますよ、はい、多分ね回収してくれてると思います。ああカードね、おそらく、はい。カラーコピーした整理券って使えますか？使えません。カラーコピーもでも超上手に作ってたらもう見分けれないですけどね、同じ紙で。あはい、でも結構あれやるやつ多いですよね、なんか不正防止でなんか反抗したりとか、会員カード、ね、会員カードの会員番号書いたりとかやってるとこ多いですよね。僕はもうあの人を信じる節があるんで、うん、うちは何もやってないですけど。なるほどね。グランド。あ来た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 。長い。ああよし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 。今日はちょっと待って誰？時間ないから今ここからこのままスマホ持ってこれはね、これは熱いっすよ、はい、これだってやたら長いっすもん。本当に？ここやな、ここや。やっぱり。逆。さあどうでしょう。当たっちゃう？こんな当たるんすか？さあどうでしょう。ほな絶対もらったでしょ。あ、目ちっちゃいぞ。あ、五だよ。学園図柄だよ。ちっちゃいぞ。止まれ。ああやったやった。ダメだ。やったー。まあ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 。人生で初めて海ジャパン2で魚群外した。そうね、今日が初打ち。人生初めての瞬間目撃され、そして映像に残った。そうだね。グランドオープンかグランドリニューアルかはっきりしてくれと。あ、どっちかね。一応グランドリニューアルオープンになります。はい、筋肉マンってほぼ他の店舗は当たらなかった感じだったっけ。そうですね。あの当時まだマックスでしたもんね。無謀すぎますよ ね。社長も来店されるんですか。いや、それはちょっと所内でお願いします。わかんないですね。はい。圧力はドーハの悲劇をリアルタイムで経験した世代ですか。ドーハ見てたかな、テレビで。え、藤庵その落ち着きでまだ30なのか。そうなんすよ、まだ30なんすよ。そっか、平成と一緒で藤庵も終わり。そうなんすよね、もうなんかでもほんと寂しいっすよね、一時代の終わりって。そうっすね。じゃあ同い年、関西からだけど藤庵に会いたいです。あ、でもすぐ、はい、遊びに来てください、ぜひ。ぜひ遊びに来てください。藤庵真面目じゃないかって、真面目に決まってるじゃないですか。いや僕超真面目っすよ、うん、NG コメントです。藤庵スロットなんて NG コメントやめてください、やっぱあの手にいるためには真面目さを養うことがやっぱ一番大事なんで、ね、大事大事、はい、スロットなら府中店ってところが絆くれるから行ってみるといいですよね。県が違うからね。そうなんですよね、東京、神奈川なんで、はい、いや、この3が今こっちやったら。あ、なるほどね、あれやったんすよ。グランドオープンするときって自分の好きな台は何でも入れられるんですか。いや、そんなこともないですよ。やっぱりだから例えばですけど、うん、今例えば絆が40台欲しいって言ってもそもそもないですし、あとはでもまあそんな無あのあれですね、要望はやっぱ聞いてくれますけど、うん、まあ、無謀じゃない限りは、うん、って感じですね。アリテル店長の意見も取り入れてくれる。そうですね、だから今で言ったらそのあのあっちある古い方のセイントセイヤ、はいはい、欲しいって言ってもそれは点点点ってなりますけどね。まあね、他のお店もね設置しておきたい機種でもありますね。そうなんですよね。しかもあれもう今もうまだ高いですけど、買っても置ける期間が決まってるんで、結局 そうだね、まあ、それでずっと置けるんだったらね、うん、いいですけどね。4円打ちたい、座れなかったら仕方がないから近隣店に。いや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 、遊んでってよ。ツタヤカード使えませんよ。時間ないから今あこれ読んだな。お店の特色は大事だよね。他と同じならどこでも一緒になっちゃうんですね。そうなんですよね。藤ちゃん今日は何時に来たんですか。僕ですか、はい、僕10時ぐらいですかね、はい。この阪神戦見てたんで僕。あ、家でね、はい。2人で筋肉マンのオープニング歌って、Go Fly、 あ、すいません。筋肉マン
富士庵和子、やっと富士庵が見れる日が、今年の誕生日おめでとう言えなくて、あっちゃんと梶店長に連絡頼みました。そう言われた、送りましたよね。ビビりましたもんね。そうビビりましたよ。だって僕に誕生日おめでとうって言ってくださったの、それきっかけで3人に急に言ってもらいましたからね、それまでもうおかんと嫁ぐらいしかおらんかったのにいやでもありがたいですね、本当ね。本当っすよ、ありがとうございます。すごいっすね。それあれっすか、なんかメモ機能に入れてるんですか。ガチで覚えたんすか。覚えてんじゃないですかね。じゃあ何歳で結婚したんですか。僕は結婚して4年になりますね。はい、2人でドアの演技でロスタイムで同点ゴールを決められた時にのラモスと中山のゴン中山のモノマネをお願いします。わーって頭抱えてるやつでしょ。昭和平成令和を私たちは生きてるんだね。次の世代までいけるかな。藤原とあっちゃんも大丈夫かな。いけんじゃない。もう一個ぐらい。いやどうなんすかね。もう一個ぐらい行きたいけどね。いやでも令和が長くなるんじゃないですか。でもやっぱりまあまあね。気候なバンバン増やしやがってて文句言われたことありますか。いやでもどうなんすかね。やっぱでも普通に店に打ちに来るお客様からしたら別に店舗数多いとか関係ないじゃないですか。まあそうですね、自分の行ってるお店がね。そうです。だから業者さんとかには言われることはやっぱ多いっすね。はい。今暑いから扇風機つけてるんだけど私だけですか。あっちゃん今日お家でエアコン入れた入れない。いや暑いっすよね。この今週入ってからぐらいですかね、はい、本当暑いっすよね。遊戯王カードって使えます。使えませんよ。藤庵が真面目だから明日雨なのか。塚本の逆転スリーランで興奮しましたか。あビビりましたね。あの後あの前そうなんですよ、リバウンド失敗してて、うん、してんねんと思ったんですけど、はい、そうなんです。お願いしたらラッキョウがレイブをくれるよ。おかんと嫁は仲良くしてますか。あもちもち仲いいっすよ。そんな嫁姑問題は生まれてないっすね。、はい、ということで時短80回転終わりましたね。終わってしまいました。これから時短引き戻しすることをフェニルって言っていいですか。いや著作権に引っかかりました。全然いいと思いますよ、まあ、実際フェニ言ってますからね。あれもあれで、あれこれ押しても何も言わどういうことなん。近本がスリラン打った時にベンチをはしゃぐ矢野監督のモノマネをお願いします。めちゃめちゃ喜んでましたね。やっぱり藤原とその方のが同じお誕生日とかなのかもしれませんよね。言ってくれた人がってこと。ああなるほどですね。藤原ベスターズとタイガースが戦ってたらどっちを応援するの。いやタイガースっすねやっぱり、うん。あじゃあ本当は磯丸水産ですか。そうですね。今日少しの時間くらい入れた。あ入れたんだ。僕ラッキョです。もう当たってるのってか当たってますよ。もうすぐ当たりましたから。速攻撃でしたよ。鼻の肉って言われる場所じゃないですかね。そうなんですよ。それっす、駅伝とパッチが両方楽しめる面白い。そうなんですよ。あまた今ぼーっとしてたから、はい、また悪い癖が出て、うん、駅伝が下ネタに聞こえてきてしまいました。あ発想力高すぎでしょ。違う疲れてる疲れてる。ランクアップボーナスって振り分け細かいんですねと確認確定なのはいい、うん、そうっすね。ちなみに、モード変更も前作と同じで3つですか。ジャパンモードと、はい、あーやばい次行かれへんくなってもうた、うん、保留が溜まってるんでジャパンモードジャパンモード祭りモード海モード、はい、3つですね。なんか希望ありましたら、はい、僕も海モード割りでやり尽くしたんで、はい、何でも言ってください。はい、昨日府中店に行った時一パチがかなり埋まってた。今の時代一パチを大事にする意義って大切ですよね。やっぱりあれっすよね。そんなガラガラだと、うんやっぱ入ってる方がいいっすもんね。お客さんいる方がね、うんなんかもうそもそも何してんねやろうと思いますもんね、うん、だって全然お客様おらんかったら、ね、設定したって何かありましたっけ。ないんじゃないかな。いや多分あると思う。2段階しかないんで、うんはい、そうっすねなんかあると思います。今日コメント多そうですね。放送も1時過ぎまで見れそうです。あざっす、はい、設定したらなんかさっきあの時短始まるときチャンス出るじゃないですか、はいはい、あれなんか星やったりハートやったりしたんすよ。なんかあれもあるんじゃないか。ハートか何やったら忘れたけど、なんかあのそんなんとかありますね。あとなんかあれもあるんじゃないですか。多分白泡、はい、とかもあると思いますよ。藤山はこの放送の後はまだお仕事あるんですか。いやもうないっす、うん、帰らせてください。はい。打率1割のトリギータニが代打で出てきた瞬間に切れてます。1割なんすね。でも鳥谷さんもすげえっすよね。自分も外出中は汗かいた。今日は部屋の向きによってエアコンの日ですよね。そうっすね。ジャパン故障してるんじゃないの。
故障わかんない。何ですか？ジャパン故障してるんじゃないの？ジャパン何のジャパンかな。駅伝で下ネタにどうつながるのか。はい、当たりが落ち着いたところでモードを変更してくだっち。あ、はい、変更しましょうか。はい、しようかな。駅伝で下ネタってじゃあジャパンモードにしましょうか。はい、これからの時代はやっぱり低価しがいいと思うよ。やっぱそうっすね。食べ物とか値上げだし、10月から消費税も上がるから庶民はなかなか遊びに行けないよ。あー、そうっすよね。消費税ほんまに上がるんすかね。なんかそれもね、上がる上がんないでなんかやってますもんね。ですよね。フジヤに質問です。リスナーさんたちが遊びに行った時、フジヤの前でフェニックスって叫べば濃厚なベロチューのサービスがありますか？多分フェニックスって叫ばれたら僕ただビクッとすると思います。鳥谷使うかどうかで阪神ファンでも対立してますが、そうですね。鳥信者ですか？いや、でも好きっすよ、やっぱり。はい、B 型インフルエンザが流行りだしてるから2人とも気をつけて。マジっすか？そうなんだ。やっぱり普段このモード選ばんから何があったんかと思った。あ、まあリーチとかね。でしょうね。ですよね。フジヤの誕生日に、今年はお店に行く予定してました。でもね、移動でだからあっちゃんに頼みましたと。あ、マジですか？ありがとうございます。ありがとうございます。圧力化選挙に行ったことありますか？あるよ。いやいや、今回は絶対に消費税上がるって2回延期してるんだから。あ、まあ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 、でもいろんな製品の値上げもね、なんか今年はすごい多いみたいでね。そうっすよね。それね、給料全然上がんないでしょ。そうですね。いやね、ほんま給料上げてか。あ、もうやめときますわ。それはやっぱ偉くなっていくしかないですからね、給料上げてきて、ね、いや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 。藤谷の嫁は一緒に暮らしてるの？単身赴任ですか？一緒に暮らしてます。NG コメントです。藤谷、俺6月に阪神対ロッテを見に甲子園行くねん。ええやろ。あ、そうなんすか？どこから甲子園に行くんやろ。なんか甲子園も、うん、だって今甲子園行こうと思ったら、まあ、そもそもめっちゃ遠いですから ね、まあ、ね、横浜スタジアムすぐやのに。そうだね、はい、まあ3時間ぐらいかかるんじゃない。でも僕もこっち来てから横浜スタジアム、はい、でも、はい、そのぐらい少ないですけど5年で2回見に行きましたね。まあまあ行ってますね、はい。2年に1回ぐらいか。この放送の熱く盛り上がったところを切り取って熱盛りって動画を作ってくれる。あ、お願いします。会社の愚痴わらわら。何これ何これ何これ。あ、そういうことか。あわ、まあ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 、そうなんですよ。こういうのがあるから僕選ばないんですよ ね、 ね、やっぱり。もうなんか全部出てあわみたいなあるじゃないですか。保留変わってあわみたいな。あ、それがちょっとがっかり感がある、ね、そうなんですよね。あと、まあこの台は8個保留なのでね。そうですね。あ、だどんどん打ってても大丈夫ですね。はい、木下だけど藤田君またフェニックスしたいのかい？じゃあ給料のこと言うたらあかんで。あ、そうそう。甲子園では阪神勝てないからハマスタで見れるのはいいと思う。あ、そうっすね。エネジーコメントです。アツル君、気候生放送今日の熱く盛り上がったシーン熱盛りってやってテレビ朝日からクレーム入れられて。いやいやいやテレビ朝日そんな暇ちゃうんで大丈夫っすよ。でも鳥谷選手がトレードされたら嫌ですか？ベテラン選手の扱いや存在って球団で性格出ますけど。あー、でももうやっぱりトレードね、もうでもなんかやっぱコーチとかになってほしいですよね。コーチとか向いてそうちゃいま す、ね、なんか。奥様のとの馴れ初めとか言えますか？パチ業界には理解されてる方ですか？あ、そうですね、割と理解してくれてますね。藤谷忙しすぎて会社への不満が隠しきれないらしい。いやいや、違います違いますやっぱ世間一般的にはそうじゃないかと思って、ね、もう皆さんの分も僕の方で、うん、代表してね、はい、僕の方で代表して愚痴らしてもらいました。うん、昔七塚らがイルカだと思ってた。ああ、あいつっすか。うん、藤谷、私もそうよ、海モードがはっきりさっぱりしてていいよね。そうですよね。今日配信だからいろいろ見せた方がいいと思うけど。わかりました。じゃあ祭り行きますか。祭りにしましょうか。横浜スタジアムの近く、マジで28日指原のコンサート行くから寄ってみようかな。おお、ぜひ寄ってください。関西から行きます。ぜひ渡ってください。はい、いや、やっぱりでも思うのは、あの小田原の時より結構なんかもう、はい、ほんまに来てくれそうな人が多いっていう。ちょっと近い、ちょっと東京寄りになったからね。ですよね、やっぱり。そら寮が犬小屋だからな、愚痴も言いたくなるよね。もうすぐオリンピックのチケット申し込みが始まる。あー、もうか。そうっすね。
そっか、もう2019年やもんな。鳥谷は監督候補筆頭だからトレードは絶対ない。早稲田出身とか、ああそうですね。奥さんとはどこで知り合ったんですか？嫁とはですね、その相模原に来る前の店舗の時に知り合いましたね。はい、あ、藤原のフェニックスは最近フェニックスしてますか？わらわら最近フェニックスっすか、うん、いやそう忙しいんでね、あんまそんなフェニフェニしてる時間もないっすよ ね、僕も、奥さん同い年ですか？いや違います、4つ下っすね。野球未だに覚えられないけど甲子園で酒飲んで騒ぐために行ってる。結局いやでもやっぱそうっすよ、広島と阪神の動向は見てしまう。うん、でもやっぱりその、はい、やっぱ野球場とか、うん、何でもそうなんだと思うんですけど、うん、僕場ってつくものって、はい、やっぱり昼間からのビール飲むために行ってるみたいなとこありますもんね。あ、競馬場も別に、あ、そうか、今その携帯とかでも買えるし、うん、あれじゃないですか、うん、でもなんかやっぱり昼間から休みの日にビール飲んでる幸せを味わいに行ってるみたいな。あ、それはあるよね。やっぱその開放感とかやっぱそれっすよね。おつまみとかも美味しいもんね。そうっすよね、おつ煮とかね、うんうん。指原さんってめっちゃお金持ってるだろ。まあ AKB だからね。いやめちゃめちゃ持ってるでしょ。鳥谷って阪神一筋でしたっけ？僕ですか？いや鳥谷。あ、鳥谷はそうっす、うん。藤谷に会える日を楽しみにしてるよ。ありがとうございます。普段海打たないんだけど藤谷の配信見た後は解説あるし打ってしまう。いややっぱ海はでも僕マジでそのパチンコまあ1日弱とかするとき、はい、絶対1回は座ってますからね。海には絶対に座る。はい、なんか多分皆さんで言うところの多分最後まあ8時9時とか夜になってきたら、うん、もちろん最後ジャグラーでワンペカみたいなやつを僕なんやかんやあのアグネスの119とかあるじゃないですか。ああいうのでそういうことやってしまうんで、天ネジの海で1回やってよみたいなね。そうですね。もしや社内結婚ですか？あ、そうですね、もともと社内恋愛ですね。はい、やっぱ多いっすよ、出会いがないっすもん、これが。鳥谷をサードやセカンドにコンバートしたり記録を止めたせいで金本前監督が鳥ファンから恐ろしく嫌われてしまった。まあ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 、でも覚悟しとけ。いや関係ないけどね、どうなんすかね。まあでもそれ記録よりもやっぱチームの勝利って感じっすもん ね、やっぱり。野球場でビール飲みながら見るなら外のがいいよね。あ、そうですね、神宮球場ね。うん、圧力もめっちゃ手に持ってるで。いや持ってても使っちゃうからな俺、ね、パチンコでね。でも藤原放送に戻ってきてくれてありがとうね。これからは土曜日の夜の鶴見中央の放送が楽しみだな。土曜日の夜確定。まあまあその辺もね、いろいろこの後ね、まあどうなるか分かんないですけどね。そうですね、はい、僕は別に割といつでもいいですけど、うん、そうですね、入れ替えとかのスケジュール見たりとか。そうですね、あとはそうですね、あの圧力さんが過労死しない程度過労死しないところはどこかっていう、圧力さんの貴重な2週に1回の土曜日の、そうね、はい、そこを削るとね、そうなんですよね、圧力さん辞めちゃうかもしれないからね。そうですよね。圧力さん辞めたらもう、圧力さん辞めたらまあ別に僕が放送やってもいいですけどね。そうね、あの機材だけね、あのレンタルで朝からね、あとやっといてですよね。そうですね、気づいたら散財してる可愛いゆり子ちゃんいるとその子の売り上げ1位にしたくなる。あ、なんかあれっすね、そのなんか推し面的なやつとか、なんかキャバ嬢システムっすよ ね、そういうのも。圧力って南の帝王の主人公に似てます。漫画銀次郎。あ、すいません、先読みかな。あ、なんで普段この熱くないな、うん、普段この激しいやつを選ばないんで、はい、僕も。あ、私は閉店前に黄色い天海沖縄に座る。そうですね、沖縄もやっぱいいっすよね、うん、またあわや、こうなんすよ、結局やっぱりこいつらはホールに勤めているのによく休みの日まで打ちに行くよね。年間何日ホールにいるのよ。いや本当やばいと思いますよ。僕のその人生の累計とかがマジでやばいと思います。僕も、あ、惜しいね。超えるかと思った今、超えるかと思った。ああ、なるほどっすね。そうなんですよ、変に変動時間長いんでそのビクッてするやつはありますよね。じゃあお店の住所知ってるか。その辺は私も含めて横浜ファンが多いから店の来客数に関係するから言動に気をつけてね。ああ、なるほどっすね、うん、なんかもう急にベイスターズ応援したくなってきたな。なるほど、天手の海ね、今度その立ち回りしてみる。藤原のフェニックスはフニーフニアンですか。圧力は野球場で、はい、売り子にナンパしたりしないんですけど、野球場に僕あんま行かないですね。
土曜日やろうやろう、いいじゃん土曜日各週空いてるんだからやろうよ、この業界、職場の方は方がいいよ、普通の昼仕事の人にはこの不規則な仕事大変だよ、ね、合わない、うん、嫁さんにするってなったので、あーそうっすね、MC おにぎりじゃ嫌ですか、そんなことないよね、一緒にやってましたもんね、あ、はい、うん、むしろだって、うん、結構長いことやってましたよ ね、 はい、あちゃん日曜と火曜休んでるんじゃないですか、休んでますよ、フジヤの放送マジでやってほしい、フジヤ昼放送のみの聞こかり専門でもいいんやで、あーなるほどね、あそうっすね、昼放送もずっとやろうやろうとは思ってるんですけど ね、 ね、はい、タウンライトの時からやろうやろうと思ってる、タウンライトの時からやりたいやりたいっていう話をね、そうなんですよね、 あちゃん大丈夫だよね、うん、社内恋愛を恥じたらダメ、やつさんなんか、それすらできないんだから、やつさんって貸したお金が返ってこなかったことありますか、いっぱいありますよ、でもこれあかんのか、これダメですもんね、これスーパーリーチに行くかすらもわからんぐらいの、そうですね、これあんまり期待しなくていいです、あそうなんですか、はい、あんまりいいです、あーもう一気やったタッチするとこまで行けます？タッチするとこまで行けない時もありますね、はい、こんな感じなんすね、はい、あいつシュールに太鼓パパンつって終わらそう僕の大切なリーチを、あー青これもダメですね、フジアンタとか俺らに10連休とか関係ないじゃん、迷惑なだけなんじゃって言ってみて、全然迷惑とか感じないですけどね、そうっすね、迷惑は感じないですよ、そうみんな休みは、はい、休みは休んでいいと思うしね、そうっすね、うん、でも逆にその、うん、まあどっちもあれじゃないですか、みんな休みの時に休める、うん、いいっていうあれもありますけど、まあそうですね、やっぱりそのサービス業されてる方とかは、うん、逆に、ね、逆にそうっすよね、うん、ディズニーとか行くのそう空いてる時にね、空いてる時に行けるんで、え鶴見中央放送始まるのということでまだ分かんないですけどね、うん、自分は太陽ホエールズ時代から応援してる、ですか、プロ野球は見ないけど高校野球を見に甲子園に行くって人は多い、あ高校野球はいいっすよね、僕は行ったことないな、高校野球今年和歌山で超頑張ってたんですよね、最後僕もワンチャン決勝和歌山対決あるかと思ったら、あの気付いたらおらんくなってましたよね、あ熱いぞ、奥さん専業主婦ですか、いやアルバイトしてますね、あつきさん最大いくら貸して逃げられたことありますか、逃げられたことはないけどね、あっちゃんも堂々とうちに来れるしウィンウィンじゃん、あまあね、じゃあ藤庵放送のことは前向きに考えておいてね、絶対頼むよ、いや前向きというかまあもうやりますよ、はい、もうやると、うん、はい、やります、その代わりちょっとあの誰かの放送、あの他の放送で言っといてもらっていいですかあそう藤庵に一枠渡してみたいなね、そうなんですよね、あっちゃんは意外に海に詳しくてびっくり打たないタイプかと思った、あこの台は僕打ってきましたね、そしたら16連しました、マジですか、はい、何ですか、えこの海ジャパン2、あマジですか、はい、引き戻しってえめっちゃ連チャンすると思って、なんすかその、うん、僕やっと初めておっぱい触ったって言ってたらあそうなんすごいやんって言ってたのに、下ネタダメダメ僕がまだおっぱいしか触ったことない、あすごいねって言ってたのに、うん、もうゴリゴリも最後までいってる人じゃないですか、めちゃめちゃ連チャンするからめっちゃ楽しかったですね、いや楽しいっすよね、ついに中央店の放送始まります、明日平成最後の出勤日なんでそろそろ寝ますねということで、ありがとうございます、また、はい、やりますんで、はい、また見てください、はい、お楽しみに、はい、あつみさんお金を借りたら返さなくてもいいんで返してください、私サービス業なんだけど10連勤なのよね、ははは、マジっすか、頑張ろう、10連勤はちょっときついっすね、藤ちゃん絶対に放送してね、あっちゃんマジでお願いします、去年の11月が最後だったからずっと待ってたんだから、あ11月が最後でしたか、あそっか11月が最後か、でもですよ、はい、ここだけの裏話を言うと、はい、12月の放送も多分出てるんですよね、出てましたっけ、多分出てんだけど多分その時にはもうね決まってたと思うんだよね、ああそうですね、移動がでも多分言えない、そうなんですよね、言えなかったんでね、いろいろ大人の事情があるんですよ、大人の事情があるんでね、そうなんですよ、僕も大人なんでねこう見えて、まあ、会社員ですからね、そうなんですよ、やったーということで放送ね、藤庵全コメントに参加してるからあっちゃんに進まないでって怒られるぞ、どういうこと、あっちゃんもし開店で配信するとしたらその日のうちに帰れるよね、多分帰れないんですね、電車はないの、あ平井もそうか、平井もやってないですもんね、やってないですね、
智弁和歌山高校千鳥のネタ知ってますか？知らない。どんなやつですか？あ、でもなんかガキ塚でやってたやつかな、わかんない、見たかもしれない。高校時代に、飲食店でバイトした時に、はい、連休中の地獄を知って、将来サービス業だけは絶対にやめようって心に誓えた。いや僕もそう思ってたはずなんですけどね。おかしいっすよね。あ、タッチか、タッチか、プッシュか、プッシュ、はい、もうあわわっかよ、もうおっぱい富士山に改名しよう、はい、会社休連休だけど後半の5日出張に出る、独り者の予定なしにはありがたい、酒飲んで終わるじゃん、仕事復帰できない。あ、なるほどね。でもさすがにやっぱ3連休とかやったら、うん、何もせずに終わったわっていう人も絶対まあまあいると思うんですけど、うん、10連休何もせずに終わったら結構結構結構ですよね、やっぱり。まあ、そうだね。画面だけ見たい人はミモード、いろいろと演出やボタンで遊びたい人はジャパンモードやお祭りモードって選べるのはいいですよね。某楽曲店長さんみたいにハイカラやビール飲んでる店長さんどう思いますか？あ、まあ放送でね、飲んでないですよ。放送中飲んでるんすか？飲んでないですよ。びっくりした、放送中に飲んでいいんか。2リットルのペットボトルに、はい、書いてある、ハイボールとか水のペットボトル。大船店と秦野中井店でアグネスの199って当たらなかった、悔しい。お、あ、なんやねんこいつ、この台も泡からブルブルチェンジあんのかな。あ、ないんじゃないですか、そうなるとブルブルチェンジ、うん、でもブルブル多分ないっすね。阪神 VS 横浜じゃなければひいきのチームが2つあるの面白いと思う、でも10連休したらその後の仕事怖くないですか？でもほんまにあれっすよね、そのよく言うじゃないですか、こんなのもあれですけど、その月曜日にその電車止まる理由が多いのはみたいな言うじゃないですか、うんうんうん、10連休明け絶対やばいっすよね。やばいね。あ、いやだって僕も普通にもう冗談でもう嫌やって言いますもんだってそうですね、行きたくないって なるのの何倍やっていう話ですからね。16年すごいすごいでしょ。平井から金持ちなんてタクシーで帰ればいいじゃん。いやタクシー代出してくれればいいんですけどね。え、何キロぐらいなんですか？でも全然タクシー乗るには、まあ5000円6000円ぐらいかな、6000円ぐらい。でも別に特に次の日早い用事がなかったら電車待ちたいですよね。和歌山で高校野球っていうと智弁和歌山かな。そうっすね、市立和歌山も結構強いんですけどね、はい。キコカリ藤谷の広橋はどんな寝台あっても海で狩ろう。ああいいね、面白そう。もうずっとひたすら海っすね。放送時間内に当たらなければ翌月その枠が鶴見中央。なるほどね。平井、あ、なるほどっすね。平井店からチャリンコで帰れるよ。チャリンコ無理じゃないですか。チャリンコだと荷物持っていけないんでね。あ、なるほどっすね。金町じゃなかった。そうです、結構リアルなあれやったな。荷物か、盲点でしたね。アツロックは高校時代にバイト一切せずにカツアゲやたかりでお金かけて、いやバイトしてましたよ僕ロイヤルホストで、ロイヤルホストとあとスーパーと、はい、スーパーのお惣菜コーナーとあと何やって、あとプールの監視員やってました、ね。フジヤンのものの例えが関西のおっさん丸出しだな、あちゃんママ走り歴長いんだからファンが車出して送り迎えとかしてくれないんですか？ないですよ、10連休中の半分を過ぎたら会社始まった時のことを考え始めて気分が落ち込みそう。そうっすよね。ラキュ店長は大五郎とかって書いてあるんだよ飲み物フジヤン最後は海モードで締めようか。そうね、そうっすね、旦那が10日も休みだと思うと今からテンションガタ落ち、いや一緒にどっか行けばいいじゃないですかね。あ、そっか、そういうパターンもあるんか。なるほど。池田雄介は放送中にタバコ吸ったりスケロ崩しを食べてましたよ。スケロ崩しなんか渋い。月曜日に電車止まるの多いのって何があるんですか？なんかあれなんですよ、だからそのもう仕事嫌やってなって、電車とかに飛び込んじゃう人が多いみたいなって言うじゃないですか。今って電車にダイブできないように対策してる駅もあるよね。あ、そうっすね。そんな距離あるのか。おそらく休み明けや学校に、行きたくなくて衝動的に性能に行くやつですね。そうそう、4月から安定の満員電車だけど今年の10連休明けは例年より電車が空いてると読んで耐えてる。あ、藤谷が海好きなのは塩が好きだからなんですか？
関係ないからまたそっちに来たか。圧力がプールの監視員やってた理由はただ幼女の水着姿を見れるからですか。違います。30分くらいで家帰って寝れるのに5000円をケチつける意味が分かる。5000円大事じゃないですか。いやでもそれもあれっすよ、だからやっぱり自分で遊びに行ったあれやったらね、 あれっすけどね、仕事だからね。もうだって定期的にやってくる仕事で毎回だって自腹5000円切るんでしょ。そうきついっすけどね。交通費に計上もね、まあ、できなくはないけど5000円はちょっとあれっすね、まあそのでもその人のあれ次第ですよね、やっぱりどんだけ。僕の金銭感覚だとその5000抑えて5000パチンコしたいんで。ああなるほどですね。いや僕もその5000あるんやったらその日飲みに行ける、飲み代になるじゃないですか。飲み代と電車代にしての方が、ね、いいよね、楽しく過ごせそうやなと思いますね。平成最後の配信はどこかしら。それはそれでレアですよ。あ、ほんまや。平成最後は31日って火曜日。火曜日はないんですよ。あ、じゃあ30月曜日。月曜日はいや伊勢崎ですかね。あ、伊勢崎で。おそらく伊勢崎が最後になるんじゃないかな。あ、そうなんすね。はい、スーパーのシール貼りしてたよね。してた。ほら新園自転車プラス台車つけて、空き缶集めてるじゃん。あれなら荷物載せられそうだね。NG コメントブルーマンデーなのね。30と12が仕事だからそこまで辛くはないと思う。あっちゃんプールの監視員って浮き輪になってたってこと。プールの監視員めっちゃ引っ張られますやん。あの塩素撒いたりとかね、水温を測ったりとか。プールの監視員って夏休み限定だけど結構お金払いいいのよね。そう、あの狭い重曹駅でも降りつけたのはそういうことだと思う。重曹駅今降りついてるんですか。あ、そうなんですね。僕重曹店にいたんすよね昔。あ、そうなんですか。はい、もう僕も重曹のね山田屋っていう居酒屋さんがあるんで、あそこに何回か行かせてもらった。あっこはだからできる前からいましたね、うん、はい、あこ好きっすもんねみんな、うん。昨日ニュースで見たけど線路転落防止のためのに駅のベンチ線路に置けないように設置してるらしい。やっぱそういうの対策してるんすねちゃんと。そうだね、うん、あっち2番目の彼女に迎えに来てもらえないよ。いないですからね。何番目までいるんすか。いやいや僕はだからね、全国に47人こう作りたいですよね。別宅をどこ行っても家があるみたいなね。でも高知県とかめっちゃ長いですけど大丈夫ですか。行くのがまず大変よ。あと絶対いかがわしい気持ちでプールの監視してたよね。してませんね僕、高校生の頃なんでね。フジアンって踏切で、降りてる遮断機をノコギリで切ったことありますか。それ最近やってたやつです ね。アーミーの父の身体検査して安心して令和を迎えよう。檻じゃなくて柵、あ、ごめんなさい。あ、うわ、グクミやん。じゃあこれ見てそろそろ時間なんでこれラストぐらいにしましょうか。最後格言で終わってね、気持ちよく。あ、でもまだ目が小さいな。いやいや、ある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 、なんか球の動きが。やっぱり、おい、素晴らしい、楽しい、おめでとうございます。はい、ということで時間もいい時間になりましたのでね、はい、スーパーラッキーでマリンちゃんも手振ってるし、はい、終わりましょうか。じゃあありがとうございます。いや素晴らしい、いや超楽しかったっす ねマジで。当たりまくり、はい、うん、今日はいい放送になりました。激楽しっすわ。はい、絶対にこの前やろう。藤井おめえ見たよ。藤井奥様は選挙中ですか。そうですね、いいって隠さなくて、2番目の彼氏に迎えに来てもらう男。もうちょっとやろうよってことで、まあ時間もね結構いい時間になっちゃう。そうなんですよね、線が